国鉄滝2400経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、円化ビニール専用の31トン石炭車として1970年から1972年にかけて3ロット13両が、日立製作所、富士重工業の2社で製作された。 落成時の荷重は32トンであったが、設計ミスのため数ヶ月後に31トンに減トン、した。二役方式は、積み込みはエアーによる圧送式としたためタンク体を最高使用圧力 2.5kg、平方センチメートルの第二子圧力容器として、対抗性高張力鋼にて製作した。タンク体には、最高使用圧力 2.5kg、平方センチメートルと表記された。 1979年10月より化成品、分類番号、年次位23が一部の車両に表記された。所有者は、電気化学工業、クレハ化学工業、日本ゼオンの3社であり、各々の主な常備駅は、大見駅、中曽駅、農町駅であった。1985年3月29日に、クレハ化学工業所有者4両が、川本倉庫へ、名義変更された。 二役方式は、エアーによる、圧送式とエアスライド式の併用である。塗色は、黒色であり、全長は一万四千八百ミリメートル、全幅は二千九百五十ミリメートル、全高は三千九百五十七ミリメートル、台車中心間距離は一万七百ミリメートル、重要席は二点零立方メートル、地上は十八点九トン、換算量数は、席車点零。 空車2.0台車はベッテンドルフ式の TR41C であった。1983年8月8日に日本ゼオン所有者3両が廃車となり、1987年4月の国鉄分割民営化時には10両が JR 貨物に継承されたが、1991年12月に最後まで在籍した6両も廃車となり、同時に形式消滅となった。 各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。